本仙台市青葉区、本町仙台市都心部の外略図本庁は、宮城県仙台市青葉区の地名。郵便番号980-0014。仙台市都心部北よりに位置し、1から3丁目からなる。北側が上杉、南側が中央、東側が西木町とか教院、西側が国分町となっている。1970年2月1日の、 住居表示指向により生まれた地名である。2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。仙台市地下鉄南北線、広瀬通駅が広瀬通りの東3番町通りと東4番町通りの間の区間の地下にあり、同線、高等大公園駅が高等大通りの定前寺通りと表工事の間の区間の地下にある。 東側を駅前通り、南側を広瀬通り、西側を、あたごかみ通り、北側を定前寺通りで囲まれる外区である。東側を、あたごかみ通り、南側を広瀬通り、西側を、東二番町通り、北側を定前寺通りで囲まれる外区である。外区内を東西に通る元寺工事は、明治時代から続く、本町、家具の町として知られる。 本町七坂号横丁あたりがいく内には、本町七坂号横丁と呼ばれる以下の七つの坂と五つの横丁がある。東側をあたご上杉通り、南側を定前寺通り、西側を江東大通り、北側を北一番町通りで囲まれる外区である。仙台市内には、本町とつく地名がいくつかある。ありがとうございます。